皆さんこんにちは、マダルグルビジネスです。では今回はギレンネをジオン独立戦争期ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦順調に推移していまして、前回はですね、アフリカはキリマンジャロ基地、ここの攻略を行いました。残っている連邦軍の地球上の拠点ベルファスト、トリントン、そして本拠地ジャブローと数がだいぶ少なくなってきています。続きを頑張っていきたいと思います。では今回の攻略目標なんですけども、オーストラリアトリントン基地、ここの攻略を行っていきたいというふうに思っています。トリントン基地、棒グラフ、戦力グラフがずーっと連邦軍伸びている通りですね、かなりの大戦力が予想されます。ここに対して我々はですね、ハワイに展開しているドズルザビ中将の部隊、そして有利の部隊、これを送り込んでいこうと思います。この2部隊だと少し心配な面もあるので、キリマンジャロを攻略したばかりではあるんですけども、コンスコンの部隊もですね、増強をしてこの後5詰めとしてトリントン基地に投入していきます。一方、キリマンジャロを攻略したキシリアの部隊はですね、この後連邦軍が反攻作戦を開始してくるであろうオデッサに展開したいというふうに思いますので、一時的にキリマンジャロがね、ガラ空きになってしまいますけども、一旦はオデッサ基地の方に部隊を集中させたいと思います。その分、このキリマンジャロに関しては防衛力を高めておきたいというふうに思います。では早速作戦開始していきましょう。まずはハワイからトリントン基地に部隊を送り込んでいく作戦を発動します。攻略作戦からトリントン基地です。進行ルートを表示します。攻略作戦案を設定してください。まずはハワイの2ルートですね、ニューギニア経由ルート、さらにフィジー横断ルート、2つとも使います。若干ですね、進行にかかるターン数が違いますので、ここは同時進行できるように軍を動かすタイミングだけ注意しましょう。あとはキリマンジャロからマダガスカル経由ルートですね、これが海洋ルート、そしてもう一つが南インド、これが航空ルートになります。どっちを選ぶかというところなんですけども、コンスコの部隊、決して今数が多い状態ではありませんので、航空ルートを選んで、ここはですね、輸送機を使って移動させたいというふうに思います。それではこれで攻略作戦始めていきましょう。我が軍はこれよりトリントン攻略作戦を開始する。コロニー落としによって壊滅的なダメージを受けたトリントン基地の軍事的価値は低い。だがこの地域の地下資源を奪うことができれば、連邦は資源不足に陥るはずだ。諸君らの一層の努力を期待する。では4ターン後に部隊突入していきますので、そこまで時間を進めていきましょう。閣下、良い知らせです。ガルマ様がお見えになっています。では木馬関連のイベントを進みます。兄上、お願いがあります。木馬との交戦で負った傷が癒えました。再び木馬に対する攻撃を許可していただきたい。このままではザビ家の男として国民に対する面目が立ちません。ガルマよ、ザビ家の男が一兵卒のようなことを言うな。お前にはジオンの未来を担うという重要な使命があるんだ。木馬にはアンバラル隊を派遣する。兄貴もそれならばよかろう。ランバラル隊は、まあ、派遣するにしてしまうとですね、今まだドムが開発完了していないので、ランバラルが死ぬという、まあ、あまり好ましくない方向に進んでしまいますので、ここはもうランバラル隊も出さずに木馬ホワイトベースはスルーしましょう。ちょっと残念でしたけど、ここはもう完全に僕の開発プランが悪かったですね。木馬のことは忘れるんだ、ガルマ。わかりました。木馬への恨みなど忘れ、今後はジオンのために戦います。まあ、とはいえドムは強力なモビルスーツなので、粛々と開発は進めていきます。ではようやくプロトタイプドムの開発完了して、いわゆるドム、これの開発
開発ができるようになりましたので、これ4ターンかかりますけども、どうも開発していきましょう。あと2ターン早ければね、おそらくランバラルにドム補給できたのかなと思うので、まあ、次回プレイするときはですね、この開発プランとランバラルへのドムの補給、このタイミングをね、しっかり合わせていきたいと思います。まあ、今回は普通にドムを開発していきましょう。あとはですね、ズゴック、これの開発提案も来てますので、ズゴックも開発していきます。さらにちょっと遅くはなってしまいましたが、ここでガウ攻撃空母もね、作っておきたいと思います。ここからはドゼルとユーリの部隊同時にトリントン基地に到着しましたので、2部隊で攻撃を仕掛けていきましょう。策略は、まずはですね、九州、それにこの後、まあ、戦いする上で四季紅葉は欲しいので四季紅葉をかけます。さらに野州で防御陣形でいきます。コンスコンの部隊まだ動けてないんですけども、コンスコンの部隊もこの後動かしていきますので、まあ5詰めとしてキリマンジャロから部隊が到着するっていうのを念頭に、じっくりこのトリントン基地攻略始めていきたいと思います。策略を実行します。まあ、パッと見ですでに大部隊ですからね。敵は攻撃陣形に四季紅葉を使ってますね。まずは敵の航空隊を引き寄せて航空隊を倒していくっていうところからね、進めていきましょう。もう早速航空隊が寄ってきてる気配ありますけども、まずは無難に部隊をですね進行させて、一つ目の補給の拠点となる場所を確保していきましょう。では部隊の展開を終えました。ここにガンダムが3スタックでいるように見えるので、この3スタックはですね、ズゴック、ゴック、アンガイといった、水中戦を得意とする部隊で倒しちゃいましょう。あとは敵の航空隊を削りながら少しずつ敵戦力を削っていきます。ここはガンダムプロトタイプガンダムプロトタイプガンダムという編成ですね。これを落とせるかどうかでこの後戦いが楽になるかきつくになるかだいぶ変わってきそうな感じがしますんで、ここ確実に仕留めたいですね。多少無理してでもここはガンダムを倒しちゃいましょう。アッガイで、あとアンカイはですね、思いのほか航空戦もこなせるというのが分かってますので、ここでですね敵の航空戦力海上で叩いておくというのもね、一つ手に立ってくるかなというふうには思います。さあまずはここで一撃必殺、ガンダム3スタックを倒せるかどうかですね。まあ相当数のアッガイ5区を投入しているので、ここでねプロトタイプガンダムを落とせることを期待したいですよね。これは5区かな、ゴックは装甲がね、装甲硬いので、ゴックとガンダムの格闘戦になってくれるといいかもしれないですね。さあ、ここからは追い打ち格闘戦です。完全に暗闇の中での戦いになってますけど、この戦況次第で待ちにするか攻めるかだいぶ変わってきますからね。残っちゃったかな。プロトタイプガンダムが、まあ、1ユニット残っちゃった形にはなりましたが、
次のターンで確実に始末はできるかなと思います。ここは反撃でプロトタイプガンダム仕留めましたね。まあその代わりレムがやられてしまいましたけども、プロトタイプガンダムと差し違いなので、まあ良しとしましょう。では敵が前面に出してきていた航空隊はほぼほぼ叩きましたので、ここから少しずつ前進を開始しましょう。とはいえまだ中心部敵モビルスーツもいますし、部隊数も多く、ジムの機影も見えますので無理はせずにですね、場合によってはランバラル隊、コンスコンのランバラル隊が到着するまで、持久戦というのも覚悟しながら、じっくり進めていきましょう。まあ、案外がやっぱり優秀でですね、敵の航空隊を叩くのに、すごく貢献してくれてますので、まあ、この戦い方はね、維持していきたいというふうに思います。敵の航空隊に対してはひたすら暗海で削っていくっていうね、そういう戦い方になりますね。ジオン連邦ともに少し消耗戦になってきているので、やっぱり部隊数がちょっと足りなかったのかなっていう、まあ今反省をしながら作戦を行っているところです。まあただ敵の方もですね、まあ、いわゆるガンダムタイプのものはだいぶ削ってきてますので、ここは消耗戦を覚悟の上でですね、ちょっとゴリ押ししていきたいと思います。本来ゴリ押しするよりかは確実に敵をね、圧倒していく方が好ましいというのはもちろんあるとは思うんですけども、ここはですねそうも言ってらんないねというところになってますので、ここまで来たら多少の損害覚悟の上でですね敵を倒していきたいというふうに思います。ガンダムタイプを倒せばあとはジムとキャノン、ガンキャノンですねぐらいしか、まあ、見当たらないというところもありますので、頑張っていきましょう。総帥、諜報部より連邦軍の V 作戦に関する報告書が届く。さあ V 作戦に関する報告書確認していきましょう。我々は新型戦艦木馬と木馬に搭載された3タイプのモビルスーツこそが V 作戦の正体であると考えていました。しかし調査の結果、これらの兵器が実戦データの収集を目的とした試作機に過ぎないことが判明したのです。つまり V 作戦の真の目的とはこれら試作機による実戦データの収集と運用方法の確立、そのデータをフィードバックしたモビルスーツの量産化ではないかと推測されます。それを裏付けるように木馬の出現に前後して前線では連邦製モビルスーツの目撃が相次ぎ、すでに量産化に成功しつつあるとの情報も入っています。これが我々が突き止めた V 作戦の全貌です。連邦軍のモビルスーツ開発は予想以上に進んでいるようです。我が軍も次期主力モビルスーツの開発を急がねばなりません。はい、まあ、実際ジムも戦線で確認されている状態なので、我々もグフに続くドム、これの生産を急げるように頑張っていきましょう。さあボロボロになりながらですが、基地中心部までたどり着きました。これで一旦はここのね制圧がうまく進んでくれるんじゃないかなというふうに思います。このドズルとさらに有利の部隊が、まあ、事実上壊滅したに近い大損害が起きているので、まあ、手放しで喜べるという状況ではないもののですね、まあ、この2軍団の犠牲をもとに激戦のトリントンを取れたというのはありますので、まあ、このドズル有利の部隊に関しては、まあ、しっかり再建を行いながらですね、次の作戦に備えて、いければいいかなというふうに思っています。このままじゃあこのトリントン基地の攻略完了していきましょう。これでこのトリントン基地攻略完了になります。
コンスコンのランバラル隊は到着する前に決着はできましたが、その分損害がね広がったという結果になりました。まあ、もしかしたらコンスコンの部隊が到着するそのタイミングまで待って攻略戦を仕掛けた方が損害少なかったかもしれないと思うんですけど、その分攻略に入るターン数が遅くなってしまうので、まあどっちを取るかっていうねトレードオフの問題だったと思うんですけども、今回は犠牲が出てしまいましたが、ハワイからドズルと有利の部隊を投入してトリント基地激戦の末制圧しています。報告します。偵察部隊によると木馬らしき戦艦がベルファスト基地に入港しました。はい、未確認情報ではベルファストに木馬が到着したという情報ですね。まあ、いよいよオデッサ作戦が開始されるその気配ありと見て良さそうなので、オデッサには今キシリアと、あとマクベを配置してますけれども、ここの戦力しっかりね確認しておきたいと思います。では最後にドムが開発完了してますので、各種専用機これの開発ができるようになってますので、しっかり開発をしていってですね、エースパイロットたちにこのドムを配備していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねこの続きをまたプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。